新横浜北口公衆トイレをトイレ総合サービスの会社アメニティがネーミングライツを取得し、リニューアルを開始しました。横浜市が公募した提案募集型のネーミングライツで、新横浜駅北口公衆トイレの命名権を株式会社アメニティが取得しました。ネーミングライツとは、人間や物、施設、キャラクターなどに対して名称をつけることのできる権利のことです。横浜市ではネーミングライツを地域活性化につながる取り組みとして進めています。今回この新横浜駅の北口公衆トイレのネーミングライツは、同じ横浜市に本社を置く株式会社アメニティが取得しました。このアメニティはトイレ総合サービスの企業です。この会社では自社独自のトイレ診断士制度があり、社員全員にトイレのオーソリティとしての検定資格取得を義務付けています。実はこのアメニティは以前、東京渋谷区が管理する渋谷区役所前公衆トイレのネーミングライツを取得しました。アメニティではこの公衆トイレを区役所前トイレ診断士の川谷堂と改名し、現在も維持管理を行っています。横浜市の担当部局がですね、やはり横浜市は観光都市としても、いわゆるその外部からのお客さんにも快適にトイレを使ってもらう、そこからがスタートだということで、非常に、部署もですね、熱心にこのトイレ問題に取り組んでいますので、それがちょうどアメニティの考え方とぴったり合いましてね、それで今回のネーミングライツに応募をしたんですね。いよいよリニューアル工事を開始しました。工事期間は約2週間です。ネーミングライツは3年間の契約です。具体的なリニューアル作業としては、便器の交換工事、照明器具取り付け、タイル張り替えやその他作業も含まれています。2週間の工程スケジュールはいくつもの項目に分かれています。作業に入る朝、これら項目のスケジュール確認や作業確認が行われます。さて、まずは各便器が外されました。これら便器は一度会社に持ち帰りメンテナンスされます。作業終了後、細かな作業チェックが行われていました。ちょっと汚れ残っちゃってるので、はい、下の方の確認をお願いします、はい、どこかにやり残しはないか、この細かな作業チェックも大切な毎日の日課です。今日は屋外の清掃作業が行われます。この公衆トイレは今から20数年ほど前に建てられました。長年の風雨による汚れを洗い落としていきます。室内の清掃作業ももちろん様々な場所で行われ、同時にこの日電気の配線工事なども行われました。今日は作業終了後、社に戻り、進捗状況や明日に向けての作業確認などが行われていました。この日は室内清掃はもちろんのこと、
便器の取り付けも行われました。和式から洋式へ、便器の取り替えもこれで完了です。またアメニティ製品の各部取り付けもこの日行われました。まずは洗面水回りです。作業もいよいよ終盤を迎えました。今日はさまざまな表示パネルが取り付けられます。現場には横浜市の担当秋山さんが、アメニティ大和社長と見えていました。横浜市はやはり財政状況厳しくて、日常清掃は入れてるんですけども、実はトイレの改修というのはあまり進んでません。まあ、こういった中、ちょっと古くなってますトイレの設備を入れ替えていただいたり、まあ、床を張り替えていただいたり、あと中非常にきれいに塗っていただいて、非常にトイレの中が明るくなって非常にきれいになったなと思って喜んでおります。ちょうど表示パネルの位置決めが行われていました。そしていよいよアメニティの看板がこの青い帯の部分とその下あたりに貼られます。道行く人たちが最も目にする位置に決めようと、文字の場所にも神経を使います。トイレ診断士の川谷堂、トイレのプロ集団による公衆トイレがここに誕生しました。工事完成の日がやってきました。今日この瞬間から誰でもいつでも何時でもこの快適トイレを使うことができます。アメニティでは今後3年間にわたり、定期パトロールや定期訪問による診断・維持・管理サービスなどの業務を行い、この快適公衆トイレの管理を行っていきます。トイレ診断士の川谷堂、新横浜にお越しの折はぜひどうぞお立ち寄りください。